はどこを指しているの？星がささやく。皆さんこんにちは。こんにちは。香川亮の今を生きる。今日は CA 部最終回となります。これから CA 部を離れて、自宅スタジオを中心にして、一番組30分の番組としてまた再スタートしたいと思っております。今日はサブパーソナリティとして、マイルチアさんをお手伝いにお願いしました。マイルチアと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はもう2月ですね。お元気ですか？いやいや、ご病気なさって、昔その振られたバレンタインの、節分を省いてバレンタインから来ました。はいはい、はい、かしこまりました。はい、バレンタインで、ねえ、まあ、香川さん表になられるから、もらえもてなくて、山ほどいただきましたですかね。一つももらえませんでした。あら、まあご謙遜なさって、いやいやいや、それで、ルチアさんどうでした？私ですか、うん、お返しですよね、はい、一つも差し上げてないので、もらう方はたくさんもらってならいいんですけれどもね、ちょこっとでしたですね。チョコレートだからちょこっと、はい、そうですね。やはりミッションスクールでしたので、あ、はい、あんまりそう行き来がなくて、はい、あ、男性がいなかったとそうですね、女性としてこうプレゼントとか、そうなんですよね。あ、そうです。そうなんですけれども、まあ、まあ、はい、はい、まあそういう話はまとめて、はい、じゃあ各有ルチアさんのちょっと前、はい、今回で2回目なので、はい、自己紹介をちょっと、はい、はい、よろしくお願いいたします。私は香川さんとひょんなことからお知り合いにならせていただきまして、で、まあ、ダンスの話をしてたらちょっとまあ、ついでに YouTube もやっているのでということで、まあ、ダンスとこれから触発されまして、ナビゲートと一緒にこれからはやらせていただきたいと思っておりまして、でゲストで素晴らしい方とお目にかかるのもまたとても楽しみなんですけれども、写真出ますかね、はい、はい、ちょっとじゃあ本業の方をちょっと写真出させていただきます。まあもう少しじゃあ、あ、出ましたね、はい、ささっとすごくかっこいいですね。ありがとうございます。一応ドレスを作っておりましたので、はいはい、自分のドレスでちょっと出させていただきます。はい、まあ、今度は僕の写真集、はい、これ多分載りますよ。 あ、はい、ありがとうございます。もう少し修正しますけど、はいはい、山ほどしてください、はい、もう一つ次のやつ、はいはい、こちらは本業の、あ、そうですね、ダンス、はい、ダンスですね、はい、そして次を、はい、これはマイルチア、うん、8秒であなたを変えるっていう、そういうキャッチフレーズで、はい、で確かに8秒で変わります。であと持続はご自分で、うん、訓練なさっていただいて、うん、まあ、これも楽しみながら、うん、っていうことで海馬を広げるダンスでもありますので、うんうん、脳梗塞とか、はい、いろんなご病気の方にも、はい、とても効果が期待できます。わ、はい、かりました。じゃあ今日はこのぐらいの、はい、ありがとうございます。マイルチアさんの、紹介でした。では、今日はですね、メインゲストは、笑いヨガの、インストラクターの石川澄子さんをお招きしております。はい、どうぞいらしてください。ありがとうございます。拍手。はい、スミリン、お久しぶりです。ナマステ。ルチアさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼します。はい、こんにちは、ルチアさん、ルチアさんじゃない、スミリン、はい、ありがとうございます。こんにちは、本日はありがとうございます。はい、まあ、くしくも最終回に、はい、やっと呼べました。あ、嬉しいです。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。私はね、1年半前ですか、はい、にちょっとお会いさせていただきまして、でその時には、まあ、市川澄子さんとお呼びしてたんですけれども、今日からはスミリンさんと
呼ばせていただきます。よろしくお願いいたします。まあこれを機にね、あのお二人また交流を深めていただいて、はい、これ後でまたこっそりこれつながりそうなところもありますので、はい、嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではプロフィールを、はい、そうですね。はい。まずあの本業はあの代表で、あのヨガのインストラクターをやってらっしゃいます。笑いヨガ。笑いヨガですね。はい。ごめんなさい。笑いヨガです。あれここにな、ごめんなさい、ははははですね、そうですね、ははですね。で、あの簡単にザザザと1900、はい、ここよろしいんですか。あ、いいですね。16歳って言ってるんですけども、いいですよ。1965年4月生まれの16歳でいらっしゃいます。はい、ありがとうございます。なるほど、今高校生。そうなんです。チャキチャキの高校生で。はい、で一応新宿でもうあのチャキチャキの江戸っ子でございまして、はい。でまあいろいろなさってたんですけれども、アパレルとかあと配膳のとか病院勤務とか、はい、いろいろなさってますね。そうなんですね、はい、実はアパレルと、はい、総合職の病院の勤務というのが、まあ、はい、メインで、はい、していました今まで、はい、でそれからいろいろございまして、でちょっとあのアメリカに行かれる。そうなんです。実は45歳でですね、はい、総合職していた病院の方はですね、なんとリストラに会いましてですね、長年、素晴らしいですね、小さい頃から夢だった。え、何、今16歳だったら急に40歳。いやー、おかしい。戸籍上がね、そうですね、1965年だった。さすが亮さん、ありがとうございます。さすが、忘れてました。でもそういう笑いもまたね。そうですね、そうなんです、はい、うん、そしてまあ。あの笑いヨガに出会われるっていう、はい、その辺ちょっとちらっとお話ししていただいて、はい、また次進みますので、はい、じゃあまあとりあえずそのこんな感じで、はい、まあプロフィール、はい、まあおいおいまたね、いろんな、はい、ちょこちょこと入ってきますけども、はいはい、じゃあまあじゃあスミリンと呼ばせてもらいますけども、はい、スミリンの若い頃ちょっと差し替えなければ、はい、もうご幼少時代からとも構わないし、はい、はい、ありがとうございます。先ほど内谷さんからね、うん、ご紹介あったんですけど、はい、私生まれは新宿 の、はい、あの聖母病院というところで母が産んでくれてですね、はいはい、でなんとですね3歳から5歳半までは全く、血縁のないところで育って、はいはいはい、で育ての父と母がまあ呼んでくれて、うん、はいはい、でその後埼玉に住んでですね。埼玉のどこですか。埼玉のね、蕨市かな。あ、蕨、はいはい、ちょっと有名です。あ、そうですか、はい、記憶がねあんまりちょっと小さかったのでないんですけど、うん、で5歳半から、うん、多分8歳ぐらいまでは蕨市に行って、うんうん、その後はですねなんと、小学校3年生から5年生までは大阪の寝屋川市っていうところに行って、ずいぶんいいとこじゃないですか、ね、ええ、そこも有名ですもんね、はいはい、あのいろいろちょっと事件があるかもしれない。ちょっと何事件があるの。あ、寝屋川市もね、そちらちょっと実はそちらちょっといろいろ有名でございまして、はいはい、で育ての父の、出身が北海道なので、はいはい、それで11札幌、札幌ではないんですけど、はい、札幌に11歳から結婚するまで22年まで、はい、22年間、はい、そう、はい、それで、こういった病院の総総合職して、うん、まあ、主人と実はハワイで出会ってるんですけど、うん、まあ、そんなことがあって、はい、こちらに東京に来て、まあ、今に至るっていう感じなんですね。なんか病院は吉祥寺の病院だって、うん、そうなんです。実はさっきの寝屋川つながりじゃないですけど、なんとですね、吉祥寺で、僕もだって出身が吉祥寺なんで、そうですか、もうなんとか病院ってはもう某有名な病院なんで、そうなんです、 M 病院です、ね、96年続いてる病院なんですけど、実は私が、ね、さっき16歳って言いましたけど、45歳なんです、ね、なんとですねリストラに会ってですね、でそのリストラに会うのもですね、もともと創業が長い病院なんですけど、2代目の先生が、うん、この大動脈瘤、はい、裕次郎さんと同じ病気になられて、うんうん、それで病院をどうしても、うん、あの閉鎖するだろうな、閉鎖するっていうか、うん、そういった流れになってしまって、うんうん、先生の、うん、ご子息様とか娘さんはお医者さんだったんだけど、まあ、いろんなことがあってですね、はいはい、うん、その先生の妹さんのご主人、司法書士の方が、じゃあお医者さんじゃなかったなかった方、はいはい、で 97% の方をリストラされたんですよ。 97% もリストラ、その中にそう、なんとですね、はい、私はねその
その中に入らず 3% に残ったんですね。すごいね。それで医療事務をやってたんですけど、うん、そのおかげで総合職、うん、施設管理ですとか、うん、はいはい、ドクターの秘書ですとか、はいはい、コーチングさせて、すごい役職じゃないですか、うん、そうなんです。なんとお金もガッポガッポでしょ。いやーねー、本当に感謝してます。でもなんと 3% に残ったんですが、はい、やはりですね、その、その後リストランになっちゃった、なったんですね、はいはい、それで、うん、決心をして、どうして、いや、頑張ってらしたのに、だって、うん、総合職でだって秘書だったからだ、もうすべてもうすぐできる、もう完全にもうキャリアのウーマンじゃないですか。とっちゃんっぽかったからですか、うんうん、なんでなんでしょうね、きっと目立っちゃったのかしら。あ、それはね、きっと、はい、その浮いてたの、うーん、かなっていうのもあるんですけど、うん、多分、ドクターではない、資格者でない方がトップになられたので、うん、多分ご自身の中では 100% やっぱりこう入れ替えて、うん、はいはい、すごくやっぱり、ホスピタリティっていうよりは、うん、そういった、CA の方だったり、うんうんうん、どちらかっていったらこういうピラミッドの方を逆分かりますか、じゃあお医者さんを頂点にしたわけじゃなくて、経営者を頂点にしちゃった、うん、っていう、そういったことがご自身の中で、うんうん、ビジョンがあられたんじゃないかなというのが、うん、やっぱり経営ですからね、あったんですよ ね、うん、なんですけど、はい、多分どうなったんですか、外から見てて、その出ちゃったから見てて、うまくいってたんですか、その経営って。それで多分、メディアでも、うん、出て、結果がこういった形になったかなっていうような、うん、いや、傾いちゃった、結局傾いても今クローズになりました。あら、なので、うん、私はその45歳の時に大転換で、うん、すごくもうリストラにあって、どうしたらいいだろうと思ったんですけど、うんうん、もし今そのまま、うん、そのお世話になった病院にいたら、うん、今ここに私はいないので。僕もずっと、うん、名前だけは知ってるんですけども、うん、閉まったかどうか知らなかったの、はい、あ、閉まっちゃったんですか。もう閉鎖になったんですね、実は。でも本当に、うん、今本当に感謝してます、その、うん、おかげでアメリカに短期の留学をして、うん、そして戻ってきて、うん、自分がですね、もっとスキルを磨きたいと思ってたんですよ、うんうんうん、でその中で、自分が、うん、そうですね、うんうん、精神対話師だったり、うん、漢方養生師だったり、うん、あ、じゃあその病院のそういう体験がやっぱり元になって、うん、そういうことをやりたいっていう形で、そうなんです。で、またやっぱり病院に勤めてたので、うん、留学はしましたけど、うん、また病院に勤めようっていうのは決めてたんです、うん、で、前のその病院がですね、うん、すごくいろんな、うん、病院をリサーチされてたので、うん、で、私は最後、うん、自分が働くんだったら、うん、もっとこう患者さんとこうつな、うん、がってる、うん、そういった病院に勤めたいと思ってたんです、うん、で、産婦人科が長かったので、うん、自宅出産というんですか、うん、そういったところに最後は勤めたいというふうに思っていって、うんうん、それで資格を取るというか、そういった資格の学校に行って、うん、もっとスキルアップして行こうというふうに思ってたんです。でも、その医療関係じゃなくて、うん、医療事務でしょ、うん、医療事務で働こうというふうに思ってたんです、うん、で、もともとその前の病院がリサーチしてたので、うん、この病院に勤めたいっていう病院が実はあったんです、うん、あった、で、はいはいはい、でそこはですね、うん、先生も一緒になって立ち会いをして、うん、自然分娩っていう、うん、そういったとこだったんです、はい、そんなことがあったんですけど、うん、私がこの資格のいろんな勉強してた時に、うん、市川さんってすごく笑顔がいいから、うん、笑いヨガってあるから、うん、一回行ってみないっていうのがきっかけだったんです、うん、それが笑いヨガに、うん、そうなんです。じゃあちょっと話を戻して、うん、その、若い頃の話を少し、うん、はい、若い頃はですね、はい、実はですね、うん、私が小学校、若いところって言っても小学校5年生の時に、うんうん、私の母がですね、うん、統合失調症、精神分裂症に、はい、じゃあ僕と同じだ、うん、なってしまって、実は香川さんとの出会いも、うん、私の母が入院したところで、受付のところでというか、ばったりですよね、あったんです。だからこういったつながりってあるんだなって、うん、本当にびっくりしました。いや、あの時びっくりしました。どうでした、それが2回目にお会いになった、初めて、あ、その前はですね、まあ、私がお知り合いになってらっしゃったからね、まあ、臨時法人会もそうですけども、はい、笑いヨガの方でね、そうなんです、教えてもらってたんで、というのはほら、僕も病気してたんで、うん、精神的にいいかなと思ってね、やっぱりやってたんですよね。すよ、だからきっかけはお母様のご病気っていうことですよね、この笑いヨガにお入りになられたのが、
はい、さんとの出会いは、うん、その精神科の病院だったんですけど、うんうんうん、笑いヨガを自分の仕事にしようっていうふうに思ったのは、うんうん、全く違ってて、うん、やっぱり自分が一番最初学校卒業して、はい、アパレルで働いて、はい、でその後、うん、こういった、まあ、縁があって、はい、医療事務の仕事になって、はい、これがもうずっと自分が最後までできる仕事だと思ってたんですけど、はいはい、うん、医療事務はもうそんなに固い仕事なんですか、うんうん、きちんとやっぱり資格持ってますし、うんうん、で経験があれば安定してる仕事なので、うんうん、それがもう絶対自分の仕事だと思ったんです、うん、で母がやっぱり統合失調症っていうか、はい、そういった姿を見てるので、はい、自分がやっぱり結婚で幸せになれるっていうことが全くなかったんですよ、うん、自分はやっぱりきちんとした仕事を持って、うん、そういったことが安心安全が自分の幸せだって、うん、あ、じゃあキャリアウーマンでもう手に職をつけて、うんうん、もうお金を稼げるような状況にしといて結婚しようっていう感じですか、うん、思ってたんですよ、はいはい、そして、うん、まあ、小さい頃母のそういった、うんうんうん、姿とかを見てるので、うんうん、あとやっぱり3歳ぐらいから私どうしてこの世に生まれてきたんだろうって思う子だったので、うんうんうん、全く笑ったりできてたんですけど、うん、あの本来自分のそういった中から出るものではなかったです、うん、あ、ちょっと表面上の笑いみたいな。そう、あとやっぱりアパレルに働いてたので、うんうん、そういった所作だったり、うん、そういったものっていうのは身につけてましたけど、うんうん、心の底から人を愛したり、うん、そういったことっていうのはすごくやっぱり自分の生まれだったり、うんうん、シャニコ見るとこがあった、うん、世の中を、うん、そういうのありましたね。いや僕もそうですけど、うん、すごくありました、うんうん、なのでやっぱり小さい頃っていうのは、うん、すごくそういったこと迷ってる子供だったですね、うんうん、だけど、うん、大阪にいる時に、うんうんうん、教会通ってたんですよ、うん、クリスチャンの教会、そこで自分が洗礼を受けたわけじゃないんですけど、うん、教会で受けてて、うん、すごくやっぱりそこの家族だったり、うん、みんなっていうのが愛にあふれてるっていうのを知ってて、うんうん、はい、ちょっと私もクリスチャンなので、うん、あ、よろしく。で、ルチアなので、ね、あ、そうなんですね。カトリックなので礼名がいただけるんですね、うんうん、あ、それで、ね、はい、そうなんです、うんうん、ですからなんかちょっとあのそういうのってありますね。私もなんか親が言うには、うん、とても悪い子で、うん、あのうちお手伝いさんが3人住み込みでいたんですけども、うん、いつもいじめちゃって、うん、すぐ やめさせるっていうタイプだったらしくて、はい、でそれをちょっとすごく気にして、うん、母がもうこの子は神に委ねるしかないという、うん、はい、それで委ねられたわけなんです、はい、ですから、まあ、ちょっと共通なところもありで、ね、え、嬉しいですよね、うん、ありがとうございます、ごめんなさい、うん、はい、どうぞ。そうなんで、自分がやっぱり、ね、3歳ぐらいから、うん、どうして私ってこの世に生まれてきたんだろうと思ってましたし、うん、あとはね、こういった仕事を通して、うん、全ては一つで、うん、愛で和でっていうことを理解できてるんですけど、うん、その時は理解できてないから、うん、母が私をどうしてそういった、うん、まあ、家庭のある、うん、まあ、お子さんいなかったんですけど、うん、そういった方に間で産んでしまったんだろうとか、うんうん、私はどうして、あの血縁もないところに預けられちゃったんだろうとか、いや子供心それは厳しいですよね、うん、そう、うん、で5歳半で、うん、そういった育ての父とのところに一緒に育、うん、行くんですけど、私は全く懐かなかったんですね、うん、この人なんとなくお父さんじゃないっていうのが分かってたので、うん、である時なんかあんた誰って感じだった、うんうん、全然パパとかママとか、うん、あれが欲しいこれが欲しいとかっていう風に、うん、いや言えないでしょ、言えない子だったんですね、うんうん、すっごくそういった子供だった、うん、それは大人になってもやっぱりあんまり親しくできなかったですか、うん、大人になってもあ、そうですね、うん、なのでもしかしたらそういったことをつなげるために母が精神分裂と統合失調症になったんじゃないかなっていうのは今は思います。でもその時は分かってないから母にも全然甘えられないし、あのいい子じゃないのですっごくいつもいつも口答えしてる子だったんで、皮肉とか嫌味とか結構言うタイプだったの、お母さんとか お父さんとかになんていうのかな、素直になれない。だから例えばどこか行こうって言っても行きたくないとか、そういう子でしたね。でやっぱり母もそういう私との間でこう、うん、それでお父様はかなり愛情を持って接していたくださったんですか。
うん、そういったことが理解できなかったですね、うん、無口な方で、なんとうちの母と14歳も年下の方だったんです、うん、あ、そうなんですか、うん、かすっごくそういったことが子供心に、母と一緒に一緒の布団に寝てるとか、うんうん、私が寝た後に2人でお風呂に入ってるとか、うんうん、そういったことがすっごく嫌らしいっていうふうに思う子だったんですね、うんうん、でもそれは私も同じです。本当そういうタイプです、どちらかというと、ね、はい、うん、女の子はそうですね、そう、はい、全然普通ですから、ね、それは例えばその、うん、なんていうのかな、僕なんかもねよく思うのが、うん、その自分がもう一回また病気になっちゃうんじゃないかとか思ったりすることあるんですよ、うん、それはね、私が母が、うん、そういう統合失調症、うん、精神分裂症だったんで、うん、自分がそういう、うん、なんか遺伝みたいので、そう病気になっちゃうんじゃないかっていう、うん、恐怖感なかったですか？すごくありました。あ、だからあの精神科の先生に、うん、そういった質問はしてました、うん、そしたら先生はすごくやっぱりこう遺伝的なものっていうふうに統合失調症って言われてるけど、うんうんうん、はい、あなたのお母さんの場合は、うんうん、すごくもう40超えてだから、はいはい、それは古典的だとちょっと違いますねって、うんうん、あとまた母の方は、うん、そういった遺伝はないんですよ、うんうん、じゃあ親兄弟にはいないいないんですね。あ、なるほど。で母を見てて、うん、私はやっぱり思うのは、うん、人ってやっぱり環境とかによってそういう病気になるっていうのはすっごくわかります。もともと母ってお嬢様育ちで、うん、私を産む時に、うん、産んじゃいけないっていうふうに感動されて私を産んでるんですよ、うんうん、で36の時に産んでいるし、うん、あとなんと私の妹を45で産んでます、うん、だからすっごく今は母のことを理解できるけど、うんうん、母のそういったことがすっごく私は子供の頃ってね、うん、お母様を女性、うん、女っていう風な形で見たくないんですよね、うん、そうなんですね。そうです、もう立派な、うん、聖母マリアじゃないけれども、うん、そういう観点で見てしまいますからね、うん、それはよくわかります、うんうん、ありがとうございます、はい、そうなので中学校2年生の夏にですね、はい、うん、もうよくね、うん、ある人生のストーリーじゃないんですけど、うんうんうん、私もなんか漏れずにじゃないですけど、はいはい、やんちゃっこになったんですよ。これですか、ね、ブラックなんとかとか、ね、似合ってらっしゃると思いますけど、まあね、本当にね、そこがね、ねうん、ですよね、ある意味ね、似合ってらっしゃる。いや、世の中社に見てるっていうところは、まあそういうところに入っても、うんうん、やっぱりちょっとおかしいなってこういうふうに見てたんじゃないかって思うけど、でも、うん、そういう方こそ、うん、大人になられて、うん、あれになっても全く違う人生の方多いですよね、うん、子供の時はこうだったけどとか、香川さんもね、子供の時はこうだったけど、いやもう論語とかそのばっかりです、そうそうそう、そうそうそう、すごい緊張学生でしたけど、ね、だけど仲間にはいろいろ暴走族だったかとか、いや学生の時はいないですよ、ただ大人になったからいろいろそういう連中が何元暴走族ですとか結構いますよ。でそういうふうになられて、あと更生なさったのは、うん、そう、そのね、うん、きっかけがですね、はい、私の周りの方たちってね、もうほとんどやっぱり中学しか出てないんですよ、はい、うん、でも私その中学2年生まではっていうか、うん、やっぱり一生懸命スポーツだったり勉強もしてたので、うん、私立の女子校行けたんですね、うんうん、はい、で忘れもしない高校1年生の時、うん、まあ、まあ母は入退院繰り返して精神病院に、うん、はい、いたんですけど、うん、16歳の夏の時に、うん、それこそですね、忘れもしないんですけど、うん、私のその先輩がですね、うん、車をハイエースをですね、うん、盗んでこられてですね、素晴らしい、素晴らしいですよ、素晴らしいっていう、でその大工さんのそういったね、はい、動画載ってるの、動画載ってて、で私とその中学の時の、ま、仲間がで夏休みだからって言ってね、またこう髪を金髪にこうしてですね、染めて、そう、そしてその先輩がその車をね、うん、盗んできたって、でそれでですね、こう忘れもしないこうわーわーってとこうこんな風に運転をワインディングロード運転してるの、うん、で音楽がこうわーってかかってきて、で忘れもしないんですけど、その音楽がわーってなった時に、うん、そのまんま崖っていうのに落っこっちゃったんですよ。で私だから本当に目の前がね、もうシャッターが落ちるみたいな感じで、うん、はい、あ、私死んだと思った、うん、死んだと思ったんですけど、まあ、生きていて、でその時の女子校の先生が、うん、本当にですね、今もね、うん、感謝してるんですけど、うんうん、私もう退学になると思ったんですけど、うんうん、その先生が、うん、そういったことを多分伏せてくれて、うんうん、
それで学校ちゃんと、ねうん、もちろん行くようになったし、うん、そういった、まあうん、やんちゃな方たちとは、うんうん、お別れしちゃったお別れしたっていうのがまたね、うん、そこが転機でしたね、うん、だけどその先生がいてよかったですね、うん、その先生いなかったらまた違ってたかもしれない、うん、そうですね、やっぱり人間っていろんなところで、うん、あのそういう守られてて、うん、いい出会いがポロポロと節目に出てくるんですよね、うん、そうなんですよ、ねうん、まあそれからちょっと仕事についての、うんうんはいだんだん次のお話なんですけど、はい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 、それからまあさっき言ったそのそうなんです、はい、病院とかそう学校卒業そうまずアパレルかそうなんです、うん、学校卒業して、うんはい、母のことがすごく嫌だっていうふうに思ってたんですけど、うんうん、母ってすごくやっぱりお嬢様だったので、うん、音楽だったり、うん、絵画だったり、うん、すごくそういったものを詳しかったので、うん、いつもそういったことを私に伝えてくれた、うん、教えてたんですだから、うん、すごくファッションも普通のことは違う、うん、でも私はもっと普通にしていたかったって、うん、母は真っ赤なマニキュアをして、うん、いつも綺麗にしてお化粧をして、うん、タバコを吸って朝、うん、コーヒーを飲むような、うん、あ、しゃれた、うん、方だったんですね大正生まれですか、うん、昭和4年生まれですだからあじゃあモダンガールモダンすごく先駆けだったと思いますうちの母と同じぐらいまあうちの母は大正だけどそんなモガモモの時代です ね, ですよね大正モダンあ大正じゃない昭和の初めの頃の ねですから戦争前の話ですからそうそうそう今あの、越地吹雪さんの番組ちょっと、はいはいあのなんかこうこういう帽子かぶって、はいはい、なんか髪ぺったんこで、はいここチリチリみたいなそうそうああいうちょっとルチャルみたいな、うん、そういうような髪の毛でね、うん、今日ちょっとあのモガで行きましょうということで、うん、ちょっとあのやってきましたけれどもいい、はい、その時代がお母様で、うん、ですからちょっとロングスカートに、ちょっとすごくこうベルト締めてみたいな時代だったんですね多分ね多分銀座かなんかをカッポしてた、ね、そうですそうです、ねうちの母親もそうですからそうなんですよで母はそうだったんですが、うん、カリエスの病気になったりしたりして、うんはいはい、キャバレーに勤めたり自分が、まあ、バーを経営したりとか、うん、水商売の方に入ってそうなんだからすっごくそういった母のようにやっぱりなりたくないっていうふうに思ってたんですけど、うん、アパレルに、うん、やっぱりそういったおしゃれなが好きで、うん、アパレルに勤めて、うん、アパレルに勤めたらまたですねやっぱり借金になってですねなんと母と同じように夜夜のお仕事をやっちゃったんです私どうしてアパレルに借金あのお洋服買いすぎってことそうなんですなるほど、はい、そうなんですえじゃあクレジットカードで買っちゃったとか、うん、クレジットカードであとですね私すごくやっぱりその、うん、やんちゃの方の、うん、その、うん、いいんだか悪いんだか別にして上の方を立てるっていう、うんはいはい、そういったことがあってですね、うん、私が21歳の時にですね、うん、すぐもやっぱりね店長になってですね、うん、この受けた時にですね、うん、あの不良在庫があったんですよ、はいはいはい、でその在庫をそのまま受けて、うん、今だったらですねちゃんとこういった形でって上の人に言えるんですけど、うん、その店長も私があの知らないこうやって隠してそうずっとこう受け継いできたから、うん、あなたにもって言って受け継いでしまって、うんはいうん、そしてですねどん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 やっぱりそういったあの、うん要するにイヤリングが片方盗まれてなかったとかそういうやつ増えてきますよね増えてきちゃうんですよ、うん、そういったことがあって、うん、なんとですね、うん、あのまあリークというかねちくらいちゃったそんなことがあってやめざるを得ないっていうこと、うん、ちくらいてそれで、うん、そう今はねそれが、うん、クビになっちゃったクビになっちゃったんだだけどそういったことがまああったから、うん、で日もさちも行かなくって、うん、母と同じ夜の仕事をするんです、ねうん、どうでした夜の仕事そうどうでしたで夜いや俺意外と面白いんじゃないかと思うんだけど、うん、そうしたらですね、うん、それこそあの、うん、私が勤めた時のアパレルって、うん、ヨギのハウスマヌカンでですね、うん、私のそのグループって、ええ、それこそモガという、はい、その、うん、あのメーカーがあったとこなんですよ。うん稲葉さんそうあったところで菊池武雄とかもとかそうですね。そこのところだったんです、うんうん、私がいたところは。そうですか。なのであら、ね、でもいいところだったんじゃないですかその当時だって。そうです。とてもその時も、うん、あのまた若くして店長ね、うん、なって よかった。いやその、うん、じゃあそれちょっと言っておいて、うん、水商売の入って。ええいや僕そういうのって意外といい経験になると思うんですよね、うん、それがすっごくいい経験だったんですよ、うん、でアパレルにいた時は、うん、もうそれこそ、うん、いらっしゃいませですとか、うんうん、それは銀座かなんかのクラブ札幌なんですあ札幌札幌で、うん、で母のようにはなりたくなかったので、うん、でも思ったけど、うん、思ったけどもうやっぱり同じようにやらざるを得なくなっちゃったやらざるを得なくなって、うん、そして銀座とかではなくって、うんうん、こういうふうに
こういうふうにこうつくんじゃなくって、うんうん、それこそこうカウンターのカウンター越しにカウンター越しでそれこそこんな、うん、あのタンバリンとかをして、うん、あいらっしゃいみたいなとこだったので、うんうん、私としては今まですごくこうあいらっしゃいませっていうふうにしてた私がですね、うんうんはい、でもそれもまたあの大工なんでしたね、うん、全然もうあのマニュアルもないので、うん、それは最初はでもお母さんのその気持ち分かるようになった、うん、分かるようになりました。それで、うんうん、あの仕事には何もこういうのはないっていう、うん、規制がないとないっていうのは気づきでしたね、うんうんうん、でも自分は絶対このままだったら母と同じ道に行ってしまう、うんうん、そこに恐怖感があった、うん、やっぱお客さんと一緒に、うんうん、そこでお客さんと一緒になって、うん、子供ができてとかっていうのは自分の人生のストーリーでは絶対ありえないっていうのがあったので、うんうんうんで10ヶ月で辞めて、うんうん、そこでまたご縁で病院に勤めるっていうことだったんで、うん、それが吉祥寺札幌です。あそして、うん、主人とハワイで出会って、うん、また主人が玉手箱だったんです。いやそのハワイでビカビカフカってきたの全然来なかった、ねうん、でもすごく懐かしいなっていうのはありました。でその札幌の病院は、うん、あのそのお客様のご紹介なんですか。実は私があのこういった配膳の仕事っていうかの手配をしてたんですよ、はいはい、その時 の、うん、あのバイトの方が心臓が悪い方で仕事ができないっていう方だったので、うんうんうん、あの その方が紹介してくださったんです。その方があの何ですか、ホテルのあの、はい、いらっしゃいますよね、この、うん、パーティーの方で、はい、あの、はい、何でしたっけ、そういった方って、コンパニオン、コンパニオンの方です、うん、あ、コンパニオン、コンパニオンの方が紹介してくださったんですよ。うん、まあちょっとこれで、うんうん、まあ大体若い頃と仕事のことはまあ話を伺ったんで、まあ次にその笑いヨガの出会いっていうか、まあインストラクターになった決心した理由っていうのはどんな感じですか。そうなんです、うん、先ほどね少し話させていただいたんですけど、まずやっぱり自分の生い立ちに対して受け入れてなかったですし、あと母に対してもまあ仕方がない、病気になるのはまあ当たり前っていうふうに思ってたし、でもほら水商売して少しお母さんの気持ちが分かってきた、分かりました、分かりましたけど、うん、母のようにやっぱりなりたくないっていうのはやっぱり ありましたね、うん、そして、やっと自分が病院に勤めて安定のそういった仕事にできたと思ったら、今度は主人が玉手箱で借金だらけで、実は会社も潰れてとかっていうのがいろんなことがあったんです。で主人が東京にいたので、それで私も札幌の安定したスポッて来ちゃったの、札幌のその安定した仕事スポッて東京で出てきちゃった、出てきたくなかったんです、で病院に勤めていたくて、病院の院長も事務長も旦那さんをこっちに来てくだ、来させたら安定していいんじゃないって、でも主人、そうでも主人は東京に勤めてるから、まさかそういったわけにはいかないですよね、仕事を辞めさせて、なので結婚してるんですから、それで私があの東京に来て、それで吉祥寺の病院に勤めたんです。じゃあそれはその札幌の病院から紹介状かなんかもらって、ないです、ないです、ないけれど、やっぱりスキルと資格と経験があるので、それで病院に勤めることができたんです。すぐ募集かなんか見て、違います、自分でそれこそ電話帳で売り込みかけたんですか。そうなんです、アポイントメントを取って。そうなんです、すごいね、ですごくその、あの吉祥寺の病院って大きな病院なので、私なんかあの勤まれるのかなと思ったら、ちょうど過渡期の時だったので、いやもうあの病院知ってますよ、僕の同級も確かあそこで、96年つながってますからね、生まれたやつもいますよ。そうですよね、ちょうど1代目で2代目の先生がもう、大学病院の教授やられてて戻ってきたとこだったんですよ、そういったその方が亡くなられる、亡くなられて、さっき言ったように転機があって、45歳でリストラにあってアメリカに行って、それで、そういった、笑いヨガに出会った、そうなんです。でも逆に言うとなんかこうつながってるような気がしませんか、全部全て自分がストーリーつけてるのかななんていうのは思います、それはもう神の道なりなんかそういう道でこう、後ろ向いてみると、あ、こういう筋はつながってたんだって思いませんか、僕もそうですけど、本当にね、思います。で、そう、母はやっぱりずっとね入院してたので、やっぱりどうしてもね、お薬長く服用してると表情が
なかったり、どうしても発言が後ろ向きだったりするんですけど、やっぱりそれも理由でそのヨガ、笑いヨガをやりたいとか、それはなかったですね。自分がやっぱ資格を取った時に、自分が今度また病院に勤める時に履歴書の中に笑いヨガっていうものがあれば、きっと笑いヨガって何ですかとかっていう一つのものになるし、相手に興味を引いてもらうという、そう、あともう一つ、私やっぱり笑ってたりするっていうことがすごくいいっていうのが、笑いヨガを初めてやった時にもうそれはピンときてたんですね。いや、僕ほら初めてスミリンと会った時に笑いヨガと、ああこれ僕の病気にいいなと思って、それでちょっと受講したんですけど、ああ嬉しいですね。ね、やっぱりあの精神疾患のある人にはやっぱりストレスがたまるんで、それをね、解消するにはあれすごくいいと思うんですよね。実際ね、今脳科学でも、ドクターでね、精神科の人でも笑いがいいっていうのね、証明されてますもんね。まあその笑いヨガもね、その初めは僕だって心から笑えないんで、ね、とやっぱりスミリンのね、あのセッションを受けたら、あの。ね、最初は、心から笑うんじゃなくて、格好とかね、そうなんです、そうなんです、うん、これが今一番新しい脳科学のやり方で、やっぱり外からあの、その人を見習うっていうか、よく笑ってる人を見習うって、なりたいものを見習うっていう、それであの嘘でもいいんですけど、脳は錯覚してしまいますの で、でそれはやっぱり素晴らしい今のやり方ですよね。そうですね、すみにちょっと、もう時間あと少しかないけど、ちょっとセッションみたいなのできる？あ、はい、ですよ、やりましょうか、3人でね、はい、はい、じゃあちょっと、まあ立ってはできないからここで、座ったままで、はい、はい、大丈夫です。このね、笑いがちょっと、あの簡単に説明させていただくと、笑うっていうことがですね、実はこのヨガの呼吸法と一緒なんですよ。ちょっとやってみましょうか。ちょっとここにこう手を当てていいでしょうか。はい、はい、じゃあはっはっはい、行きましょう。はい、はっ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 はいです。これね、笑ってる時もはははっていきますよね。じゃあよくね、女性はほほほほほなんて言いますよね。じゃあこんな風にほほほほほいきましょうか。はい、ほほ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 、なんかこうやってるとなんかバカバカしいな気がするけど、これがね、やっぱり無理やりだけどやっぱりいいんですよ。そう、りょうさんね、今ねバカバカしいって言われたんですけど、バカは風邪ひかないって言うじゃないですか。そう、ひかれますからね、やっぱり賢い。そうそうそう、賢い方が引いちゃう。やっぱりバカはやっぱりすごくなんていうの、おおらかだからですよ。はい、じゃあちょっと行きましょうか。ヨガのねポーズなんですよ、これ。このままぐーっと行きます。はい、行きますね。呼吸が大事です。はい、吐きましょう。吐いて、はいですね、ヨガはですね、愛で和で調和というのが一番の底辺です、この呼吸ポーズっていうのは後からついてきてるんですね。これもうね、ヨガのポーズなんですね。ちょっとね、ヨガの、セッションもねしてみましょうね。はい、出すことが大事です。はい、吐きましょう。吐いて、はいですね、はい、吸いましょう。吸って、はい、ゆっくり吐きましょう。はい、素晴らしい。これがね、もうね、ヨガで、ヨガの呼吸法なんです。ここにリラックスできたと。もうなんか気が入りましたね。はい、わかりましたでしょ。はい、さすが。もうね、ルチアさんはね、なんていうふうにニックネーム呼ばれてます？私はルッチーです。じゃあ、私はスミリンです。はい、じゃあスミリン。ルッチ？ありがとう。はい、じゃあ、リョウさんは？え、両兵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 。この前言ってたよ、両兵。両兵。はい。え、両兵。両兵。両兵。はい。両兵ね。両兵。両兵。こんな風にですね、実はね、笑いヨガって受け入れる、受け入れるっていうことが、これごめんなさい、ちょっとね、なんかね、これをやると気功と似てて、パワーが入りますでしょう。そうなんです。だからですね、体がいつもこうパワー入れるとグリングリになるんですね、特徴として。あら、嬉しい。はい、ですからなんかいただきました、今パワーを。ね、ルッチー、さすが。ありがとうございます。はい、そうなんです。それですね、なんとですね、この笑いヨガって、こういった自己紹介もこんな風にするんですよ。私だったら、こんな風です。市川すみこです。あははは、一緒にやってみましょう。いいでしょうか。はい、市川すみこです。市川すみこだ。キラキラピカピカ奇跡のすみりんです。なんか笑ってきちゃう。そうそうそう。はい、じゃあルッチもやってみましょう。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、ルッチ、フルネームどうぞ。はい、マイルッチやと申します。はい、じゃあラフターネーム、ニックネームは、
リッチーです。じゃあこんな風にしてですね、はい、アファメーションって言うんですけど、はい、これがですね実は感謝のポーズです。はい、感謝のポーズ、はい、はい、またここでも、はい、吐きましょう、吐いて、はい、吸いましょう、吸って、はい、吐きましょう。これもねヨガのポーズです。うん、このまんま、あはははは、いきましょう、待って、吸り、はい、あはははは、このまま、はい、いいですね、これ、はい、いいですね。あなたと私は一つですという意味です。はい、ナマステのポーズ。ナマステ。でこのまま笑っていきます。はい、あはは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 、ほっほっはっはっはっほっほっはっはっは、イエーイ、やったーやったー、イエーイ、キラ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 、なんか楽しくなるけどね。あの、あったかくなりますね。なんかほてってきちゃう感じ。いやいや、それがいいんですよ。ね、寒かったのにね。こ、ね、んな感じです。うん、その障害、精神的に障害があるとね、うん、本当にもうこういうのも全然やりたくもないしね、バカバカしいなと思っちゃうんだけど、でもやっぱりそれをね、我慢して、我慢ってことはないけども、あの、強制的にやるっていうのも、これって毎日お家で一人でなさるんですか？やってるんです。あらららららら。ね、ね、こうやって見てると漫画みたいに見えるけど、うん、うん、やっぱり精神的にはね、うん、うん、それが本当に、うん、バカバカしいかもしれないけど、うん、やっぱり力になるっていうか、そうですね、回復するようになると思いますね。はい、じゃあ、まあ、そろそろ時間なので、はるばる、福岡から、スミリンのお友達の、うん、俳優さんの内堀裕二さんが応援に来ているので、ちょっとこちらから入っていただくような形で、はい、はい、じゃあ笑いヨガ風にいきましょうか。はい、うわー、あ、そこです、そこです、はい、はい、どうもようこそいらっしゃいました。ありがとうございます、じゃあちょっとお名前と、まあどんなことやってるかを、はい、名前が内堀裕二と申します。はい、芸名が早乙女泉と申します。はい、現在マルチタレントの方をやっております。はい、今有名な俳優さんを目指しております。はいはい、出身は福岡県久留米市出身でございます。はいはい、今、一応久留米市の市長さんに、うん、ふるさと大使の方を頼んでおり、うん、おる状態でございます。あ、はい、いいですね。はい、任命してもらうような形で、はい、そうです、はい、あ、なるほど、素晴らしいです、素晴らしい、はい、一緒にダンス踊りましょう。はい、よろしくお願いいたします。ルッチー、あなたの恋人ができた、よかったね。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いいんですけど、ね、まあ、だんだん、まあ、応援隊も来ましたんで、じゃあ、うん、今度はスミリンの現在の活動をちょっと、はい、うん、はい、ありがとうございます。うん、私がこの笑いヨガ、はい、世界中でラフターヨガというふうに呼ばれてるんですけど、はいはい、この仕事させていただいて8年になります。はいはい、でもちょっと写真が出るかな、うん、あ、いいですか。まあ、たくさんあるからちょっと難しいかもしれないけど、うん、何枚かでも、あ、ありがとうございます。はい、はい、でですね、実はですね、はい、実の父がですね、経営者で、はいはい、胃がんをしたんですね。うん、でその時に、うん、この笑いヨガっていうことをね、うん、仕事としてやっていきたいんだけどっていうふうに父に話したら、はい、父が、はい、笑いは絶対にいいから間違いないよっていうことで、うん、きっかけとなってですね、はい、最初、はい、日本で資格を取って、うん、またこの先生、ティーチャーの資格を、うん、インドの方で取らせていただきました。この先生は、はい
ま、創始者なんですか。そうなんです、マダンカタリア先生と言ってですね、はいはい、インドでもともとは内科医の先生でした。あ、これはじゃあインドで撮った写真ですか、うん、そうなんです。なんとですね、はいはい、15カ国以上の方と一緒に学びました、うんうん、でこの先ほどねルチアとルチーと、うんうん、リョウベイとやったホッホハハハ、ホッホハハハは全部世界共通なんです。じゃあ英語だのフランス語だのホッホハハハ、そうなんですね。もう、はい、ヨガはね5000年の歴史がありますが、うんうん、このラフターヨガ、ワーラヨガはね、うん、1995年です。で日本に来てもねまだ13年ぐらいで、うん、じゃあ次の写真お願いします。で私がですね今活動としてはですね、古民家だったり、はい、あとカフェだったり、はい、レストランとかそういったところでも、はい、させていただいています、はい、経営者なんか愉快そうな感じですね。そう、経営者の方ももちろんいるんですけど、はいはい、サラリーマンの方だったり、うん、そういった方もあとうつ病とかですね、はい、あと営業でもっと、うん、業績伸ばしたいという方も、はい、じゃあもう少し次まで行きましょうか、はい、これは、そうなんです。こちらはですね、はい、外、見えます、うん、はい、大丈夫です。外でですね、うんうん、この、呼吸法っていうのが、はいはい、笑ったりヨガをしたりするっていうのはすごく体にいいんですね、はいはい、なので、はい、1ヶ月に一遍このようにね、うん、森林の方でもやってます。先生は、はい、日本にいらっしゃらない。次の写真お願いします。はい、1年に一度笑いヨガ大会という形でいらっしゃいます、はいはい、なんか免状が出てますけど。そうなんです、はいはい、このようにですね、うん、笑いヨガのリーダーという、うんうん、資格の方を、うん、私の方で、スミリンはもうそれを授与する資格があるってことですか。そうなんです、はいはい、でじゃあ認めればそのインストラクターとして、はい、スミリン認定のそういう証書を、はい、お弟子さんにお渡しすることができるってことですか。そうなんです、はい、すごいですね、はい、この方もですね、はい、ずっと生徒さんで、うん、6年通われてて、うん、こう決心されて、うん、ライフワークのもう一つにしたいっていうふうに、今彼もですね実は病院の方の事務をされてるので、じゃあ次お願いします、うん、はい、これは、はい、でこのね、うん、お二人クリスマス、そうクリスマスでこんな風にですね、うん、笑いヨガって創造性だったりあるので、うん、仮装したりすることもできるんですね、うん、この、うん、男性の方はですね、うん、実はね女装が趣味の方なんですね。であとこのお二人はですね、うん、介護事業所に、うん、お勤めされてらっしゃる方で、うん、事業所のリーダーと、うん、あとはこういった介助士さんでいらっしゃいます、うん、なので向こうの方が女装が、うん、女装が趣味の方で、うん、そう、そろそろじゃあ、はい、すいません、もうそろそろこれぐらいで写真終わりないと、はい、じゃあこのぐらいの説明で、うん、はい、そうですね、そんな感じですね、病院だったり、うん、企業だったり、うん、はい、今はですね、なんとですね、ウグイス嬢もね、させていただいているので、ウグイス嬢に指導してるの、はい、うん、ウグイス嬢を自分がしてるんですよ。こういったことを、やっぱりね、笑ってるとですね、はい、どん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 こう、世界が広がってくる、はいはいはい、やっぱり、今はやっぱり、うん、行政の講演もさせていただいているので、うん、そういった、うん、市長さんだったり、都、うん、の方とも今、つながりがあるので、うん、どんどんね、そういった形で、社会貢献できていくんじゃないかなっていうふうに、うん、素晴らしいです。そのうち本でも出しませんか、僕のところから。あ、いいですね、はい、はい、喜んで、ぜひやり方から全部教えますから。嬉しいです、はい、またね、ちゃんと僕もいろいろ画策してるので、あ、嬉しい、はい、まあ、僕も今自分で執筆中なんで、あ、はい、ありがとうございます。またね、はい、この、はい、またそうですね、バラヨガね、じゃあ、はい、もうそろそろ時間も押してきたので、はい、最後に、はい、スミリンにとって、うん、まあ、もうすでにもう社会貢献出てますけども、うん、はい、社会貢献として、はい、この番組 の、うん、メインの、はい、目的っていうのは、そのゲストに社会貢献をこうしてますって言って、はい、再認識してもらって、またなおさらそれに力を入れてもらうって形で、はい、発表してもらいたいんですけど、もう1分ぐらいしかないんで、はいはい、ありがとうございます。まずはですね、やっぱり1人が笑えば2人が笑って、はいはい、世界が宇宙が笑うっていうふうに考えています、うん、そして今私がベースにしているのは、うん、やっぱ企業の経営者の方自体が元気で明るくすることによって、うん、社員さんが元気になる、うん、そして、うん、今もう一つ掲げているのは、うん、在宅お一人でっていう方がやっぱり多いので、うんうん、やはりそういった方を元気にしていくことを、うん、今ももちろんしてますけど、さらに、うん、例えばお年寄りとかそういうのもスミリンとこう来るんですか、うん、はい、あ、もう生徒さんで、うん、今はですね82歳という男性の方がいらっしゃってます、うんうん、
ほこはらはらやってますやってますよ、今もうね180歳まで行きますっていう風に言う方がいるようになった、やっぱりもう変わってきてますね、意識が、うん、でもやっぱりそういう風に笑ってると本当にね、長寿になるかもしれないですよね、そうですね、その瞬間、まあ、あのその瞬間だけでももう忘れちゃいますからね、全てだってストレスがなきゃガンだってなれちゃうかもしれない、そうなんですよね、だからこう暗く思いながらこうやるわけじゃなくて、瞬間それに没頭しちゃうので、だからその瞬間は全て忘れられますもんね、じゃあそろそろその通りですね、ありがとうございます、近づいてきました、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました、あ